今回はダイソーで見つけてきた珍しい文房具を紹介していきます。それがこちら、ティアラチャンネル。紹介していきます。はい、じゃじゃん、これはペンポです。ラメが入ってる。こっちは丸の黄色だね。こっちは三角の銀色。うん、どっちが好き？こっちかな。はい、一緒。でもさ、こっちも可愛いよね。うん、夏らしいよね、絵が、うん、パイナップルとかビキニとか浮き輪とか、うん、サングラスだ。ハートサングラス。あと、今気づいたんだけど、うん、ここのチャックの部分も可愛くない？うん、こっちも色に合ってる。確かに金色のやつがあるの。金色。次はペンです、うん、こっちは、あ、こっちは黒が主に使ってあって、こっちはピンクが主に使ってあるね。うん、柄が三角で可愛いね。うん、ペンポとペン相性バッチグー。次はユナが紹介します。はい、一つ目、これがミニカードアイスです。おお、かわいい。まずはアイス、うん、なんかこう触ったら分かるんだけど、ふわふわしてる。ふわふわ。アイスを描いてある部分がここが、うん、で、裏に描けるところがあります。紙、しかも袋にふわふわマシュマロカードって書いてある。あ、これがマシュマロなんだ。メモ、メモを入れる袋です。封筒か、うん、封筒です。かわいい。色が合ってるよね、なんか、うん、夏って感じ。夏の夕焼け。夏の夕焼け。食べたい。食べたい。次はダイカットジップバッグです。かわいい。フルーツのジップロックが5枚ずつかな、入ってます。おー、こっちはアイスワン、こっちはスイートワンです。開けましょう。はい、おー、今開けたら分かったんですけど、ほら、透けてるのよ、ちょっとだけ。なんか分厚くないし、軽いから使えるね。で、ここ透明で、こっちが具材書いてあって、こっちはソフトクリームかわいい。かわいい、かわいい、かわいい。アイス透明。イエーイ、アイスインアイス。すごい、水の種がハートだ。ということで、今回は夏らしい文房具を紹介しました。みんなもぜひ100均で見つけてみてね。夏。夏。